はい。よろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数、重さの単位についてやっていきましょう。で、今回ポイントを含めて全部で5問ありますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、パッと見た時にね、わかんなそうだなっていう問題があれば、今から自分が全部説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな では、早速ね、ポイントから始めていきましょう。で、早速始めていくんですが、一つだけみんなに謝ることがあります。ちょっとですね、私今、喉の調子を壊してしまって、もしかしたら授業中に咳が出ちゃうかもしれません。結構我慢して喋るんだけど、もし咳してたらね、ちょっとうるさいかもしれないんだけど、許してください。では、早速ね、戻って、今回これです。このね、ふにゃってやつ。ちょっと大きく書くと、頭を作って、フイーって、 ちょっと私ね、一回,回で繋げちゃうので、こういう風に書きます。で、この子が重さの単位の主役になる子です。で、読み方がこれで、1グラムって言います。多分みんなもね、生活の中で使ったことある方いるかもしれない。ちなみに、ここの前にね、K がくっつくと、これで、K はキロなんで、あの、キロメートルのキロと一緒。 だから、キログラムと言います。こっちの方がね、みんな使います。なぜなら、みんなの体重はこれを使うから。まあ、みんなが何キロかわかんないけど、まあ、30キロ、三十だったらね、30キログラムだし、まあ、俺とかだとね、もっと重たいからさ、70キログラムとかなっていくわけなんですけど、まあ、こんな感じで重さの単位があります。で、今回はグラムを使っていくからね。で、ちなみに、ほにゃらら円玉。 ま、1円玉、5円玉、10円玉、50円、100円、500円ってありますけど、ある、ね、円玉がちょうど 1g なんです。で、どれかっていうと、これ1円玉。もし、あの、お母さんとかお父さんに貸してもらえたらね、ぜひ貸してみても、あの、持ってみてください。1円玉がちょうど 1g。で、ちょっとね、話それちゃうんだけど、みんなピタゴラスイッチって番組知ってます私、すっごい好きなんですよ。で、そのピタゴラスイッチのね、一つのコーナーに、家の中に、 あるもので、100グラムぴったり探してみようっていうコーナーがあるのよ。100グラムね。で、いろんなさ、ぬいぐるみだったり、例えばスプーンだったりで、持ってきて、どん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 こう物をね、入れて100に近づけていくのよ。で、例えばさ、98グラムとかなるじゃん。そうするとあと2グラム欲しいよね。あと2グラム。でもね、2グラムのものって意外とないのよ。軽すぎちゃって。だからそこでお助けアイテムが出てきます。それが1円玉なんです。 で、1円玉が5枚まであって、今回だったら1円玉を2枚貸してもらえれば、これ 2g だから、1円玉 1g だからね。それをここによいしょって乗っけるとぴったり 100g になりますよっていうコーナーがあるんです。で、そこで使ってるのが1円玉。なぜかっていうと、1つが 1g ぴったりなんで、そういう風に使うことができますと。ぜひね、覚えておいてください。 では、はかり。じゃ頑張って書きました。ただ、フリーハンドでね、書いてるので、ちょっと曲がってるのは許してください。こうやってはかりがあって、そこに一応コップに水を入れたものを上にポンって乗っけてます。はかりがどういうものかっていうのはみんな教科書で確認してみてください。で、それで測ったらここになりましたよって。で、その問題行く前に、まず、これ、はかりは何グラムまで測れるでしょうかって。それはね、ここの数字見るといいです。 これ、ゼロから、ここから始まるの。ゼロからで、重さを、あ、重りを乗っけると、こうやってどんどん重たくなっていくんだけど、最後、1000って書いてあります。ゼロの下に。だから、この、測りは、この一周の1000グラムまで測ることができるので、1番は1000グラムと。これが答えになります。 で、測りの種類はいっぱいあって、まあ大体が 1000g まで測れるもの、もしくは 2000g って書いてるのもあります。2000g まで測れるのもあるんですけど、まあそんなのが多いと思っておいてください。ちなみに、これは、あの、あの余談になっちゃうんだけど、1000g っていうのは、よいしょ。さっき言った 1kg と同じです。これも覚えておいてください。 だから 2000g 測れるものは 2kg まで測ることができるってことになります。じゃあ次ね、コップに水を入れて重さを測ったらこうなりました。これは何 g でしょうかって。で、この問題やっていくんだけど多分ね、先に5番やっちゃった方が早いかもしれない。ちょっとこっち行くね。で、5番は鬼マークがついてるんだけど、一番小さい1メモリは何 g 表してますかって、つまりこれです。このちっちゃい 一、ね、一メモリ、一メモリ隣に行った時にこれが何グラムか。で、慣れてくれば、あほにゃららでしょって分かる子もいると思うんですが、慣れるまではね、やっぱこれ使うといいです。何かっていうと、はい、十メモリを探しに行きます。つまり、みんなちょっとここね、画面見にくいかもしれないんで、教科書とかね、使える時はそこで使ってほしいんですが、こっからスタートして、十個、十個行ったところがいくつかって考えます。いくよ。 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0ム <laughs> 10メモリのとこには1 0 0ムと書いてありました。こうなってるよね。で、前も言ったゼロ切りを使うとですね、1個ずつシュパンシュパンって切ってあげれば、1メモリは、 10g ということが分かるので、はい、1メモリの答えは答え 10g でしたよって。これが分かりますいい。?1 メモリの探し方はこれでやると一番分かりやすいかなと思うので。いいで、1つのメモリが 10g が分かりました。じゃあ、ここ今300はあるよね。えっ、ー、と、ここまで行くのに4つ離れてるから、隣は 10g ずつ増えていくから、310、320、330、340と。 いうことがわかるので、4番の答えは、340g と。これで正解となります。で、問題は終わったんですが、最後に1個だけ説明させてください。今回ね、ちょっと、これを書くときに、これ以上細かいのはもう無理だと思って諦めちゃったんですが、ここの間にね、赤にしよっかな。見えるね、そっちの方がね。 もう一個ね、細かいメモリが入ってるのも結構あります。ちょっと見えるかなもしみんな、画面がね、あの、アップにできるようだったらアップにしてみてみてください。こんな感じで。なるときは、10メモリ目がね、いくよ。細かいのを入れると、12345678910、ここなんですよね。10メモリ目が。書いてないじゃないですか。でも、これは、 100と0の間だから50ってわかるもんね。0と100の間は50だから。つまりここは書いてないんだけど、50g ってことがわかります。なので、もしこの細かいのもあるタイプだったら、10メモリで、こっちか、ちょちょちょ、右入るあーちっちゃくなっちゃうけど許して。10メモリで 50g ってなるよね、ここが。10メモリ。だから、0切りを使うと、 一メモリ、そのちっちゃい一メモリが5グラムですよっていうことももちろんわかるので、こんな感じでぜひね、やってみてください。 はい。ということで、今回はね、重さの単位のスタートをやらせてもらいました。さっきさ、このキログラムの話もしましたが、このグラムもちょっと単位がね、いろいろあります。で、次回の動画では、グラムからキログラムに直したりとか、今回登場しなかったトンっていうの、トン。<laughs> トンとかでもね、使う単位がありますので、その辺勉強していくんで、よかったら次回も見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またね お疲れ様でしたー